なあ両津、人間というものは誰しも人に言えない隠し事を持っているもんだ。やっぱり。ましてや自分が悪かったと反省していればなおさらだ。さらだがな、どんなにうまくごまかしたつもりでも隠し事というのはいずれはバレてしまうものなんだ。そうですか、参ったな。分かっちゃいました。やっぱり最初はほんのちょっとした好奇心だ。そうなんですよ、わしもほんのちょっとした好奇心から手を出して、そのうちだんだんエスカレートして、しまったと思った時はもう遅い。わしもしまったと思ったんです。どうしてわしにすぐに話してくれなかった？そりゃ部長に叱られると思って。そんなことがあるもんか。たとえ叱ったとしても、それはお前のことを思えばこそ心を鬼にして叱っているんだ。じゃあ許してくれるんですね？許すも許さないもない。部下のしたことは上司のわしにも責任がある。ああよかった、部長がそう言ってくれるならもう安心です。この様子では際どいところで悪の道に踏み込むのを思いとどめることができたようだな。よし、一気に念をしよう。え、両津。え、わしはお前のことをいつも思っとるんだ。部長、だからお互いの将来についてもう少し話し合おうじゃないか。将来って部長。両津、ちょっと待ってくださいよ部長。綺麗な空だな両津。はあ両津、わしには家庭がある。え、何が言いたいんですか？だから十分とは言えないが、できるだけのことはする。はあ。